授賞式から帰国したばかりのこの方たちをお呼びしたいと思います。第96回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞された山崎隆監督、渋谷清子さん、高橋正樹さん、野島達治さん、どうぞお入りください。はい、ありがとうございます。改めまして皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、それでは、皆様から一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずは、本作でメガホンを取りました山崎隆監督、ご挨拶をお願いいたします。はい、監督マイクを、すみません。これ持ってた方がいいのかな。持ってていい、持ってたまんまでも、こちらでも、はい。今日は、集まっていただきありがとうございます。本当にどうなることやらと思いながら臨んだオスカーでしたが、非常に最高の結果になれて本当に今はほっとしております。そうですね、今日は短い時間ですがいろいろ楽しんでいってくださいじゃないな舞台挨拶じゃないからね、いろいろ聞いてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、本作で VFX ディレクターを務めました渋谷清子さん、ご挨拶をお願いいたします。こんにちは、渋谷清子です。私の仕事は VFX ディレクターという名前になってますけども、主に監督がプロットの方を書いたところから、撮影まで、その間でいろいろなこうカットをどう撮っていくかっていうのをいろいろ VFX を含めてこう設計していくような、そんな仕事をしています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、本作で 3DCG ディレクターを務めました高橋正樹さん、ご挨拶をお願いいたします。はじめまして、高橋正樹と申します。本作でですね、3DCG ディレクターを務めさせていただいております。そうですね、僕の担当というか、役割としてはですね、全体のスタッフ の振り分けですね、それとあとクオリティコントロールで、もちろん皆さんご存知で人数少ないので僕もカットシーンもやっております。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、本作でエフェクトアーティストコンポジターを務めました野島達治さん、ご挨拶をお願いいたします。野島達治です。そのエフェクトアーティストとコンポジターという両方やらせていただいてるんですけど、エフェクトアーティストっていうのは、今作でいうとその海のシミュレーションをして、それをレンダリングして、で僕はそのもともとコンポジターっていうその 2D で CG のレンダリング画像を最終的な納品形態にするっていう、仕上げ作業みたいな、それを両方やってたので、もう自分でシミュレーションからレンダリングからコンポジット、最終仕上げまで全部やらせていただきました。よろしいですかね。はい、ありがとうございます。それでは時間が許す限りお話伺ってまいりたいと思います。皆様まずはご着席ください。ここからはマスコミの皆様、フラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただければと思いますので、ご了承くださいませ。はい、ありがとうございます。マスコミの皆様にもこの後質問をしていただこうと思いますが、まずは私から代表質問を1問させていただければと思います。皆様お手元に今回のアカデミー賞で受賞したオスカー像をお持ちになってますが、まず本作ゴジラマイナスワンでアカデミー賞視覚効果賞を受賞してオスカー像を手にした時のお気持ちをお伺いできればと思いますけれども、山崎監督いかがでしょうか。はい、想像をはるかに超える重さで、ちょっとびっくりしました。結構緊張してたんですけど、一瞬それを忘れるぐらいの重さで、でも、本当に今オスカー像を持ってるんだっていうふうに思って、すごく嬉しかったです。ダニー・デビートさんとシュワルツネッガーさんがいたんですけど、シュワルツネッガーさんからもらいたかったんですけど
ちゃいけないよね。もちろんダニー・デビッドさんでも全然嬉しいんですけど、あ、俺たちこっちなのねっていう感じでした。その後シュワルツェネッガーさんと握手ができたのでよかったです。はい、はい、ありがとうございます。渋谷さんいかがでしょうか。そうですね、やっぱりこうもちろん撮りたかったんですけども、撮れるかって言ったらなかなか自信はそこまで、本当みんなで五分五分っていう風に言っていたりとかしていたんで、私はもう言霊になるといけないなと思って、ずっと撮り続ける、撮る撮るっていう風に言い続けていて、本当にこう撮った瞬間はもう逆にもうびっくりしちゃって、もうそれだけでめちゃめちゃ舞い上がって、直前にねちょっと配られたテキーラもあってみんなで景気づけにテキーラをどうぞっていう風に皆さんにこうアカデミーの方から配られるんですけど、それもあってちょっとこうテンションがめちゃめちゃ上がってしまいました。はい、ありがとうございます。もう本当に皆さん4名の方は昨年からずっとアカデミー賞のこの授賞式に向けたロビー活動で何回も渡米されて何回も向こうでプレゼンをしてっていう実績が今回現れたのかなと思ってますんで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。では続いて高橋さんお願いいたします。そうですね、もう本当、名前が呼ばれるまでゴジラって言われるまではですね、僕も撮れたらいいなとは思ってたんですけども、まあこれで、撮れないとなんとなく落胆するんで、まあ飲みにだけでも十分だよなって自分に言い聞かせてたんですけども、まあ実際そこでゴジラマイナスワンと呼ばれて、もう本当、まあ、頭が真っ白というかもうなんかよく分からなかったですね。で監督が本当欲しかった僕シュワーツネッカーさんからトロフィーもらったんですけどはい、ですね、目見ただけでもう本当いい人なのが分かりましたね。はい、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。では最後に野島さんお願いいたします。僕もシュワルツネッカーさんからいただきま呼ばれるその3秒前ぐらいに、そのゴジラマイナスワンという呼ばれる3秒前ぐらいに、なんか子供の時に見てた授業中に急に名前指さされて呼ばれる、あれをなんとなく一瞬こう走馬灯っていうか、あ呼ばれるっていうなんか一瞬感じて、あなんか同じなんだなっていう気持ちは一緒なんですけど、でもその後その壇上に上がっていく間にもう何が起こったのかをだんだん頭が理解し始めて、もう手足がしびれて、もう感じたことのないしびれというか、なんだこれはっていう、でシュワルツネッカーさんもいて、もうなんかもうわけわかんなかったですけど、でもその後山崎さんの英語のスピーチをなんで笑いなんだよ。いや、その温かくすごく見守ってくださってる会場がね、会場の皆さんの顔が本当に忘れられなくて、いや本当にいい場所だなっていう感じました。ありがとうございます。では、この後ですね、マスコミの皆様から4名の受賞者の皆様にご質問いただければと思います。山下さん、今ほっとしたという状況の中でちょっと気の早い質問かもしれませんが、今回ある日本の VFX の到達点を世界に知らしめたことで、こう名実ともに世界の高しになった方は思うんですけれども、今後その見据える目標というか野望みたいなものがあれば教えてください。はい、野望はいっぱいあるんですけど、なんかあんまりここで言ってしまうとちょっと難しいことになりそうなのであんまり言えないとは思うんですけど、でも非常に日本映画がハリウッドでそれなりの興行成績を上げられて、でちゃんと賞ももらえたっていうことは、すごく今後日本映画の作り方が少し変わってくる可能性を秘めてるなというふうに思いまして、それはゴジラ云々というよりはそのアジアのもの、日本のものっていうのがすごくその字幕上映で日本人のキャストしか出てなくてもハリウッドでというか北米で見られるようになってきてるっていう動きが確実に感じられたんで、そのことはすごくいいことだし、そこまで見据えた
作品作りっていうことにすれば制作費ももちろんもっと潤沢にしていけると思いますし、いろんな意味で可能性が広がったということはすごく良かったんじゃないかなというふうに思ってます。大リーグに野茂選手が意外といけたじゃんってなった途端にすごくたくさんの人たちが大リーグに挑戦できるようになったように、今回のことをきっかけにもっとワールドワイドな興行を目指した作品っていうのを作っていくっていうのは一つ手としてあるのかなというふうに思ってますけど。ということは、映画界のトルネードという感じで、授賞式後にちょっとそのオッペンハイマーに対する、アンサー映画みたいな個人的な思いを話されてましたけれども、そういう作品も含めてまた今後同じアカデミーの会場に戻りたい、今度は監督賞ですとか作品賞ですとかみたいなその欲みたいなものはどうでしょうか。そうですね、ただそれは何だろうな、僕賞を目指す映画ってあんまり好きじゃないんで、あんまりそういうことを考えずに作りたいものを徹底的に一生懸命作っていけばもしかしたらそういう道が開ける可能性もありますし、その部分っていうのはあんまりこう目指さずにやっていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いての方いかがでしょうか。はい、じゃあそちらの。おめでとうございました。今笑った山崎監督にお伺いしたいんですけども、まさに世界の高水についになられまして、その世界の高水になられた壇上から見えたその風景、世界のある意味映画だけじゃなくてね、エンターテインメントの本当に世界一決定戦みたいなところの壇上から見下ろした世界はどう見えたでしょうか。めちゃめちゃ温かかったですね。僕の非常に拙い英語のスピーチをですね、皆さんが頑張れっていう顔で見てくださってて、その空気ってもうビシバシ伝わってきてましたし、なんかすごく皆さんが温かく見守ってくれてるという空気がもう本当に心地よくて、同時にものすごい焦ってたんですけど、でもやっぱり最高峰の人たちが集まってる場所だけあってものすごく素晴らしい場所だなっていうふうに感じました。先ほどちょっと具体的に言うとっていうかなわないみたいなちょっとちらっとおっしゃいましたけど、そもそもスターウォーズ等々見て、でやっぱりそのどうしてもアメリカ人しかやっぱりスターウォーズの制作の監督の舞台には立てないんだと、でやっぱり活躍することによって自分もスターウォーズ作らせてくれないかなっていう野心を語ってらっしゃったと。ついに特別今回の視覚効果賞ですね、まさにスターウォーズと並んだんですよね。スタンリー・キューブリック監督以来 の監督としてそのテクニックがあるからこそ監督で撮れるっていう54年ぶりですか、金字塔を打ち立てられて、そういう声がかかってもおかしくないぐらいの今回結果を出されたと思うんですが、そのあたりの可能性っていうのはご自身どうお考えでしょうか。そんな誘導尋問には乗るもんか。ただ、本当壇上でスピーチでも言わせてもらいましたけど、やっぱりハリウッドというかアメリカに生まれた人にしか与えられなかったチャンスみたいなものがハリウッドはもうちょっとすごく広く受け入れてくれるようになってきたんだなということは改めて感じました。外国語映画賞とかそういうもう本当に最初からその海外から来たものではなくて、視覚効果賞ってやっぱりすごく聖域だったと思うんで、その部分を解放してくれたってことは何か懐の深さと、あとそういうふうに外にもオープンにしてってくれてんだなっていう感じを受けましたんで、いろんなチャンスがここから芽生えてくるといいなとは思ってますけれど、はい、でもそれこそゴジラというねこのタイトルで映画を作りたかったわけじゃないですか。そのゴジラにシリーズで初めてオスカーというものを取ったお気持ちというのはいかがですか。もう完全にゴジラのおかげですね。これはゴジラというキャラクターが本当に大スターだったということは改めて思い知らされましたし、そのアメリカの人たちがいかにゴジラが好きかということもすごく思い知らされましたし、僕らが多分こう会場に入っていってもこいつら何なんだって感じなんですけど、僕らみんなでゴジラ持って歩いてたんでゴジラって皆さん言ってくれるんですよ。だから本当に僕らはゴジラに連れて何度もこれは繰り返してますけど、ゴジラに連れてってもらったんだし、
ゴジラというあのものが本当にあのワールドワイドなあのものになっていってんだなってことは改めてもうちょっと想像以上にそれがすごかったですね。だからゴジラの VFX だったからあの場所に建てたというふうにあの改めてそれは思わないといけないなというふうに思ってますけど。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあ一番奥の女性の方お願いいたします。あの本当におめでとうございましたというのと、あのノミネートの瞬間の時から私どもあのカメラで追わせていただいておりましたけれども、あの時と今実際オスカーを手に取った時の気持ちで何かまず変化があったのかっていうところをあのお聞かせいただければなと思うんですけれども、監督いかがでしょうか。人というのは欲深いものだなと思いましたね。あの本当にノミネートが発表になった瞬間もうこれで十分だ、もうあそこでもう完全にもう満足してたんですけど、その後あの1ヶ月ぐらいそのロビー活動と言われているいろんなところで Q&A やりながら、あのすごい皆さんがゴジラ好きだっていう感じを伝わってくると、取れんじゃねえみたいな感じがちょっと芽生えてきて、あれちょっとそのオスカーそのものも狙ってしまってもいいんじゃないかみたいな空気が出てきながら、それと戦ってる日々でしたね。あのいやってあのもうあそこでいいじゃん十分じゃん、やっぱ多くを望むとダメだった時にものすごく失望すると思ってたんで、それはもうさっき高橋も言ってましたけど、あのそんなことを望んではいけないんだよって思いながら、でもあまりにも反応が良かったんで、あの皆さん Q&A の後にすごくあの見てくださった方たちが並んでちょっとミニサイン会みたいなことになっちゃなるんです、毎回なるんですけど、その時のリアクションがあまりにも良かったんで、あれこれもしかしてあんじゃないかなっていうふうに なっていく自分を見ていて、ちょっと本当に欲深いなと思いましたけれど、撮れて良かったです、はい。あの今回先ほど VFX の可能性だったり、まあ、ゴジラを持ったり昨日皆様あの履かれてたりしていらっしゃいましたけれども、この VFX っていうこの、まあ、ポジションで注目されたっていうところ、またその可能性っていうのであの一歩また進んだのかなと思うんですけれども、それについてはどういうふうに思ってらっしゃいますか。でまたちょっと野島さんにもお尋ねしたいんですけれども、あの一番監督に物申すというようなお話も私ども取材でありましたけれども、実際こう世界の舞台であの自分たちの作品っていうものがこう自分のその若さであの見てもらえたってことに対する何かあの気持ちいいご感想あればちょっとお聞かせください。まずは監督からですかね。はい、ずいぶん前から VFX の、 その視覚効果賞っていうのはもう本当にあのオスカーの中でも聖域中の聖域で、なぜかというとやっぱりものすごく巨大な予算をかけて凝りに凝った VFX がいっぱいある中でのベストという場所だったんで、僕らは挑戦権がなかったですね。本当にそこに、こうなんか夢見ることすら許されてなかったという場所だったんで、僕ら的にはなんかそういうオスカーとか考えるのももうタブーっていうかね、例えば誰かが夢は本場のオスカーで視覚効果賞を取ることですって言ったら、いやそれはねえからっていうジャンルだったんですよ。だからそこが本当に門を開いてくれたっていうことはすごく嬉しいことだし、やっぱりそのハリウッドという場所のなんだろう懐の広さ深さ力強さを、つまり僕らがそこでこう賞を取ったからといって彼らのその映画産業は何にも揺らぎはしないんだよっていう自信も感じましたし、あともう本当に繰り返しになりますけど会場の皆さんのあったかい頑張れっていう感じが本当に嬉しかったんで、だからなんかでも VFX ずっと実は僕は一番長いキャリアが VFX が一番長いキャリアなんで、それをずっとやり続けてきた今にこの場所があったっていうことは本当にとても嬉しいことですね、はい。ありがとうございます。物申す人そうですね、僕なんかすごい直感タイプというかで、白組に入社できた時もすごいなんか高校生高3ぐらいの時になんかふと朝目覚めた時にこう青空を見ながら
あなんか白組に入れるのかなっていう、なんかなぜかあったんですよ、あの入れたらいいなみたいな、なんかふわっとした。で今回ゴジラをやるときにもゴジラやるし、なんかあなんかあるんだろうなっていうのは思ってたんですよ。まさかえっていう、こんなここまでとは思わなかったですけど、いや そうですね、なんかめちゃめちゃびっくりしたし、何話すのか忘れた。あれなんだっけな、思いついたのに。ちょっとつなぐ。そうだ、もうその物申したとのも、そのゴジラがかなりあのなんていうんですかね、その予感を後押ししてたというか、なんかあると思うんでちょっと言っとこうみたいな感じで、普段よりも言っちゃったなという思いました。まあ結構世界がっていう言葉はスタッフの間から出てましたね。まあ、でもゴジラだから世界中の人たちが見ることは確かだなとは思ってたんで、僕もその視点がちょっと欠けてたんで、あすみませんっつって、あの何人かのスタッフから、あの世界中の人が見るんですよって言われて、そうだねって思いながらやってましたけど、こういうことになるとは思ってないですね。ちなみに監督、あのほっとした気持ちか、もう感無量とか、そのうわーって興奮したっていうのの一言であれば、何が一番。ノミネートがほっとした感じだったんですよ。もうあのいらっしゃってるし、これでみんなでしょんぼりしてるところで全国中継されたら、あ全国中継じゃないか、あの中継されたらたまんねえなっていう気持ちがありましたんで、あれはほっとしましたけど、あの今回はやっぱちょっと燃えましたね。あのやっぱり事前5分ぐらいだったので、その気持ちとしては5分ぐらい、下馬評がやたら高かったんですよ。あのいろんなところのあのその予想がものすごくゴジラが取るっていう予想がすごい高くて、でも何の保証もないその空喜びシステムみたいになってるんで、あのみんなでね、あの盛り上がっちゃいけない、落ち着け落ち着けみたいな、で行くたび行く、なんかその会場に行くところで野島が 59% ですよつって、全体の 59% が ABC がまとめてた 59% ゴジラですよつって、それ取るじゃん普通にとか思っちゃうんだけど、ここでうっかりあの取る気になるものかと思いながら、もう自分の精神をコントロールしながらいたんですけど、でもやっぱりだから呼ばれた瞬間はシュワルツネッガーですしね、ターミネーターに呼ばれるとは本当思いませんでしたね。だからあのうわーって感じでした。それはもう本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続いての方、じゃあそちらの、はい、お願いします。先ほどちょっとお話ありましたけど、あの今回の視覚効果賞の候補作で、予算としては一番少なくて、その上でも10倍ぐらいの値段で制作費かけてたと思うんですが、その、ハリウッドの巨額の制作費と人手をかけたものよりも上回った要因はどういうところだったと思いますか。それともう一つ、それでもやっぱり及ばない部分がもしあるとしたらどんなところだと思いますか。監督へのご質問でよろしいですか。どなた皆さんにできる。あ、じゃあ皆様に、はい、じゃあ、高橋さんからお願いします。そうですね、あの、まあ、自分たちなりにすごい頑張って、いい出来のカットもあるし、まあ、もっと頑張りたかったカットもあったんですけども、実際ベイクオフに行った時にあの他のノミネート作品を見たんですけども、やっぱそこは素直にVFXやってる自分としては、あやっぱすごいなと、うん、僕たちがやっぱいけない技術を使ってるなっていう部分があって、で本当そこはねちょっとあの撮れたらいいなと思いながらも、やっぱ世界はすごいなって思って見てました。ただあのうちのそのベイクオフのビデオを作ったんですけども、あのそこはなぜかあの僕たちのゴジラマイナスワンが一番面白いなと思いました、うん、でそれがすごくその作品とVFXと相まって、あので完成もすごかったので、あの本当に少しは戦えるのかなと、うん、一映画ファンとしてはなんかあのすごくうまくいったのかなと思ってますし、ただまだ全然あのクオリティは向こうすごいので、うん、これからも頑張っていかなきゃいけないなと思ってます、はい、続いて渋谷さんどうぞ。 あれ今何言おうとしたんだっけ。あ思い出した。あ思い出した。結構そのベイクオフからその以降でその VFX のあの10本のショートリストに残ったあの作品の方々とか、その後のノミネートの方々から結構お話で言ってたのは、
っぱり皆さんが最初の頃にすごいこう映画始めた頃にものすごくこう何ていうんですか、内知恵を絞ってなんとかこう作っていこうっていうふうに思って VFX をこうもがいて作ってた頃のすごく思い出したっていうふうに言われたことがあって、あ、その辺がもしかしてっていうふうに、あの皆さんのあの温かい気持ちみたいなのをこうあの思って、あの見守っていただけてたっていうことも含めて、そういうところにこうもしかして響いたのかなっていうふうに私はちょっと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ野島さんお願いいたします。そうですよね、勝手なところ。いやでも、もう本当に映画が面白かったのが一番やっぱり影響あるのかなって思っちゃうぐらい、ちょっとそうなんですよ。なんか僕らの VFX は本当にもうもがいて、本当にもがいて作って、でもやっぱりいやこれ、まあ、とかもういろんな気持ちでやってるので、まさかこんな堂々としていいとは思えなくて、なかなか、だから本当にゴジラもそうだし、山崎さんの話も全てが良くて、もう全部のピースがハマってこうなったんだなっていう、なんか思いました。ありがとうございます。じゃあ最後に監督お願いします。はい、まあ、一つはやっぱりあの少人数少ない予算っていうところが、あの他の作品はやっぱり今までの、あの今までの VFX の延長線上にあるところでかなりあの特殊なケースだったんで、あの面白がってもらえたんじゃないかなっていうのは一つあります。あとはあの VFX、 あのビジュアルエフェクスの部門っていうのは物語にいかに貢献したか、 VFX がいかに貢献したかっていうことを非常にあの大事にされるみたいなんで、あの多分その VFX で作り出されたゴジラの恐怖感とかあの絶望感というものが お話に非常にあの貢献している部分があると思うんで、あのその部分は評価されたのかなというふうに思います。あの負けてるところで言うと本当にあのちゃんと真面目に見ちゃうともう心がズタズタになるくらい、やっぱ他のもの素晴らしいんで、ベイクオフドキドキしたよね。ベイクオフはね本当に10本なんか本当オリンピックに来ちゃったみたいな、 なんでオリンピックに来てんだっていうぐらいの凄まじいクオリティのものがずんずん続く中で、僕らの面白ビデオを見せるっていう回だったんでただ なんかそのあのポンコツチームが頑張ってるっていう感じが、おそらくあの皆さんのその VFX の初期のあのスターウォーズなんかでいろんな工夫しながら、あれは今聞くと本当に当時あの CG が使えなかった時代にいろんなことやって、あのなんとか成立させようと思ったカットが素晴らしい効果を上げてるんですね。だからそういう部分っていうのが なんか皆さんの金銭に触れたのかなというふうに今思うようにしてますけれど、ね、これでその今後 VFX、 日本の VFX は十分世界と戦えると思いましたか？全然思わない。やっぱりかなりまだまだっていうのは改めて感じましたね。だから本当にラッキーパンチだと思いますし、いろんな条件が重なってあの今回こういうあの賞をいただけましたけど、もぎ取りに行くのはまだまだいろいろ頑張んなきゃいけないなっていうのは改めて、あのその中枢に近づいたからこそ思う凄さみたいなものはありましたね。でもあの一応戦えたんで、結果は出せたんでこれを共闘法にまた頑張っていくべきかなというふうに思ってますけど、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続いてのご質問いかがでしょうか。じゃあ後ろの女性の方します。この度はアカデミー賞視覚効果賞受賞おめでとうございます。野島さんにお伺いします。受賞後に山崎監督とはどんなお話をされ、お言葉を交わされましたか。また野島さんから見て、あの受賞後山崎監督の喜びようはいかほどだったか、印象的だった言葉とか姿とかがあれば教えていただきたいです。いや、受賞後間もないのでまだそんなに
どんな会話しましたっけ。いや、重いっていうオスカーの重みっていう話をすごいして、あの精神的な重みと物理的な重みっていうので今両腕が筋肉痛になってしまいました。オスカーの重みに耐えきれな、あと何でしたっけ。なんかパーティーの間ずっと持ってなきゃいけないんですよ。ああ、どん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 重くなってきて、で、あの角度が出せなくなってくるんです、ね、そう、最初はこう写真でね、こうやって出してくれって言われるんで、もうええー、ってやってんだけど、もっと上げて本当重いんですよこれ。どんどんだんだんダラ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 するようになっちゃって、あんま会話してねえな。もうなんか多分もう言うことなくなっちゃったんですよ。もうだってこれあるし、もう語ることはみたいな。そうなんですよ。今受賞後でお互い今どんな言葉をお互いかけたいですか。言葉をかけるとしたら。これが人生のピークにならないようにねっていう言ってました。野島若いんで、僕らなんかここでこういい曲線描いてますけど、野島若いんで、このあんまり頭の方にピークが来ちゃうと映画のシナリオ的にはあまりよろしくないんで。野島ね、初パスポート初海外でとうとう初オスカー取っちゃったんで。全部初って、初タイムサマータイムっていう、急に1時間なくなるっていう。睡眠時間かみたいな。野島さんはいかがですか。監督に今一言何か言葉をかけるとしたら何でかけますか。いや、もう本当に天才でいてくれてありがとうございましたっていう、もうただそれだけです。どうですか監督、今のお言葉をいただいて。めったにこういうこと言わないんですけどね。今日はお祝いなんで少し持ってくれてると思います。いや、本当のことを言いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他の方、じゃあその隣の男性の方お願いいたします。監督と渋谷さんにお伺いしたいなと思うんですけども、今回まあ、向こうで登壇された時に、昨年ちょっとお亡くなりになった安倍プロデューサーのお写真を持って登壇されたと思うんですけども、お二人にとってその、安倍プロデューサーどんな存在かというのをお伺いできればと思いまして、でまたあと監督は本当、安倍プロデューサーにその自分力を見出してもらったってあったと思うんですけども、なんか出会いだったりとか、ちょっと特に昔オールウェイズの三丁目に夕日だったりとか、そういう時にちょっとエピソードをお伺いできればなと思ってます。長くなりますよ。できるだけ簡潔に話しますと、僕のデビュー作からのプロデューサーなんですよ。で、本当に僕がまだVFX しかやったことなくて、監督したことない時に書いたシナリオをすごい面白がってくれて、そのジブナイルっていうデビュー作を作らせてくれた一番の恩人、分かりやすく恩人なんですけれど、やっぱり作る時にそこそこお金のかかる映画だったんで、じゃあ監督は誰がやる、僕脚本書いてたんですけど、監督誰がやるんだって話になった時に、いやそんなの山崎がやるに決まってるでしょって言って、すげえ突っ張ってくれたのみたいですよね。だからもしそれなかったら、僕監督に慣れててもまだその後すごく時間かかったと思いますし、慣れてなかったかもしれないし、そういう意味ではすごくもう本当に分かりやすく監督にしてくれた恩人ですし、ずっと常に映画を作り続ける中で非常にもう羅針盤のように方向を示してくれて、三丁目とか僕は全然やりたくなかったんですけど、こういうのやんないとお前は本当に SF 映画だけ作る人になっちゃうぞって、まあ、僕全然それ構わなかったんですけど、でもその監督としての幅を広くするためにはこういうものをやんなきゃダメなんだって言ってくれて、でまあそれが結局結果的には非常に作品をいろんな作品をできる監督になれたと思いますし、まあ本当人生のさまざまな場所で素晴らしい助言と同時に行動をしてくれて、やっぱ映画の企画ってなかなかこう打ち上がるまでが大変なんです。企画を作ってそれを実際に軌道に乗せるまでが本当大変なんですけど、その部分でめちゃめちゃ力を発揮してくれて、ずっと作り続けてこれるのもやっぱり安倍さんがいたからだと思いますし、ただ本当に去年亡くなってしまったんですけど、
すごく興行にもこだわる人だったんで、ゴジラが大ヒットしている中で亡くなられたんで、まあ、ギリギリ間に合ったなっていう感じはすごくしますし、でもやっぱりオスカーを受けてね、手にして、その一通りのこのなんかお祭り騒ぎが終わってホテルの部屋に戻ってくると、安倍さんいりゃよかったなっていうのはすごく、ね、絶対いたはずだからね、思いましたね。安倍さんと一緒に行きたかったなっていう、まあ来てたと思いますけど、本当にいてほしかったなと思いますし、いたらどんなに喜んだだろうなと思いますし、今はきっとなんで俺の生きてる間にオスカー取んなかったんだよって怒ってると思いますけどそういう人です。はい、渋谷さんいかがでしょうか。そうですね、多分もう四半世紀25年以上一緒だったんですよね。なので山崎も言ってたように、もちろん恩師でありやっぱり仕事の仲間であり、それだけじゃなくて友であってね、ものすごい近い存在だったんですよね。それで時にはこう一緒に戦ってくれたりとか、あとはものすごく物言いがごい、ね、入ってバトルをすることも安倍さんとあったりとか、そういったことをこうずっとこの二十何年、そうですね、やってきて、でもきっとあれなんですよ、山崎がこうハリウッドに行くよっていうふうに、山崎は行くよっていうふうにかなり早い時期から安倍さんがやっぱ言ってたんで、最初その話聞いてる時またまたまたっていうふうにねでそうずっと言ってたんですけど、それでもやっぱ言い続けていて、そのやっぱりハリウッドにこう進出して、そしてオスカーをね取れたっていうところを、本当に安倍さんと一緒に行きたかった、取りに行きたかったなっていうふうには思うんですけど、でも多分向こうでほらな取ると思ったよっていうふうに多分周りに自慢してると思うんで、俺は大取ると思ってたんだよっつって鼻高々に言ってるはずなんでそういうふうに思って、ここのねやっぱレールを引いてもらった安倍さんのやっぱり力があったからこそここに到達してるなっていうふうにも思うし、はい、持って帰れて本当良かったです。今安倍さんに何か声かけるってしたらどんな言葉をかけたいですか。まあ壇上でも言いましたけど、俺たちはやったよねっていうことを言いたいですね。私たちがっていうんじゃないね、こうやっぱみんな作品かかってるみんなで取りに行ったっていうのがあったんじゃないかなっていうふうに、今回本当いろんな作品のねいろいろこう経験があったりとか、こうしていきたいとかっていうことのいろんなことのこう集まって、よく集大成とかって言われてますけど、やっぱそういうのをね安倍さんがやっぱり結構ねハードルだったんですよ、ずっと僕らみんなでこれでいいんじゃねえかってなると、安倍さんがこれで終わりじゃねえよなって言って、僕らが頭抱えるってことが何度もあって、 そこの度に鍛えられてきたんで、安倍さんの方を向いて作ってたらこのぐらいになったっていう感じで言うと、もう本当にものすごい最強の味方でもあったけど最強の敵でもありましたんで、そうですね、それがだから安倍さんの力なくては本当にここには来れなかったなっていうふうには思ってます。今の山崎監督のこのこうやって取れたのは、それで安倍さんのおかげっていうのは大きいですか。でかい、でかいですね。蓄積あってのことですし、やっぱり随分悩まされましたね安倍さんにはね本当にね、本当にめんどくせえなと思いながらやってたことが一つ一つ筋肉になってたんだなっていうふうに改めて思いますんで、今ね思い返すと本当に作ってる中盤の時はもう安倍さん倒すことしか考えてないんですよ。安倍さんにいいじゃんかよって言わせるっていうのだけを考えてる時期って毎回あって、でやっぱ安倍さん乗り越えた時にはもう本当お客さんたちがみんなすごいって言ってくれるっていう一つの指標にずっとなってくれてたんで、今ちょっと不安なんですよね、安倍さんなしでこれから映画を作っていくってことが。
あんなにうるさいこと言ってくれる人いないんじゃないかなと思ってるんで、ね、頑張って、まあ、でも野島が今度一番うるさいやつになるんじゃないかな。うるさがた安倍さんは本当に力あるけど、僕はただちょっと言ってるだけじゃないですか。ちょっとじゃないねちょっとじゃないねそういうのが効くんだよ意外と。一回はね退けたりするんですけどね、なんだそういうんじゃないからって言うんだけど、後で夜寝た時にうわ野島に言われたよって野島に言われちゃったよっていうのが後でじわじわ聞いてきて、ちょっと翌日直したりするっていうことあるんで、ね、新たな安倍さんとしてありがとうございます。はい、ありがとうございます。お時間ちょっとそろそろなので最後の質問と思います。じゃあこちらの2列目のメガネをかけて、はい、ここで最後の質問とさせてください。ご受賞おめでとうございます。では最後ということで山崎監督に大変ベタな質問を、中学生で8ミリで SF 映画を作ってた自分に、ゴジラでオスカー取ったぜと言ったら一体何と答えるでしょう。どうでしょうね。あの頃の僕は、まあ、クソ生意気な何でもできると思ってたはずなんですけど、さすがにゴジラ撮ったよまでは信じる可能性はありますけど、でね、オスカー撮ったんだよって言ったら多分あ、そうっすかって言って頭のおかしいおじさんが来たと思って退けられると思いますけど、でもなんかそのオスカーが撮りたいみたいなことでずっとやってきたわけではなくて、いかに中学生の頃の気持ちをずっと忘れずに、あの時作りたかったようなものをにどれだけ近づくかってことをずっとやり続けてきた部分ってのはあるんで、あの時に本当未知の遭遇とスターウォーズを見て、映画っていうものにメロメロになった中学生の自分にはものすごく感謝してますね。その時の気持ちをどう、その時の燃え上がった炎をどうやって消さないかっていう気持ちでずっと今まで来てるんで、それはクソ生意気な中学生に感謝しなきゃいけないなというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございました。ちょっとまだまだ質問あるかとは思うんですけれども、時間となってしまいましたので、ここでフォトセッションに入れればと思います。フォトセッションご準備ありますので、一旦皆様ご講談いただければと思います。ありがとうございました。あ、そうですね、オスカー像持ってご退席ください。ありがとうございます。どうぞお入りください。はい、ありがとうございます。早速フォトセッションに入ろうと思いますが、ここでなんとこの方が急遽お祝いに駆けつけてくださいました。お呼びしましょう。本作で大石のり子を演じめました浜辺美波さんです。どうぞお入りください。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ではせっかくなのでそのまま浜辺さん、せっかくなので皆様に、お祝いの声をかけていただければと思います。ちょっとマイクをこれだ。あ、蝶ネクタイが。浜辺さん、はい、お一言お祝いの言葉をお願いします。いや、本当におめでとうございます。私も拝見しててまさか選ばれた時にびっくりして、皆さん の喜んでいるその表情と監督の素晴らしいスピーチが本当にうるさいわ本当やめそれ出たよ。そうで、皆さんが一匹ずつ持ってらっしゃったのもまた本当にこうゴジラチームのいつもの温かさをすごく感じて本当に感動いたしました。本当におめでとうございます。ありがとうございます
監督サプライズで浜辺さん来ていただきましたけど、びっくりしました、びっくりしました、え、はい、想像してなかったですか、想像してなかった、あ、そうなんだ、ありがとうございます、晴れ生で嬉しい、いやいや、なんか質問が一つだけあるんですけど、はい、あのこの金のゴジラ像あったじゃないですか、はいはい、お持ちになってて、なんかどの瞬間からか蝶ネクタイくっつけてて、あれはどなたの、僕の友達が作ってくれたやつを、送ってくれたんですけど、どっかで落ちちゃったんだよね、え、嘘両面テープで貼っつけてあっただけだったんで今いない、今ないんですよ、めちゃめちゃでもみんなに喜ばれましたよ、すごい可愛かった、わかんない、どっかに入ってるかもしれない、うわー、そうだったんですね、あれがすごいなんかあの可愛らしくてよかったです浜井さん、今ちょっとオスカー像も持ってみたと思うんですけど、はい、持ってみた感じいかがでした、いや思ってたよりすっごい重たいですね、皆さん軽々しくね、こう、あ、間違えた、軽く、言葉の使い方おかしいおかしいおかしい、間違えで、あの連弾しちゃった、軽々と思ってだから写真も書いてください、軽々しくオスカーを軽々しく持った俺たち、ね、もう軽く持ってらっしゃるから、あの本当重たい今すごい、この状態ももう本当に重厚感が、持ってみたらいかがですか今、え、でも本当落としちゃいそうで、片手でよく持ってますね、それやっぱ怖いからいい、確かにね、ここで割れたらなかなかな大惨事だよね、もう無理、それは落として割れましたみたいな、いやすごい本当に生でいつか見れる日が来ると思ってなかったんで、すごいです、ありがとうございます、よかった無事に、あ、でも今日入ってないんですね、今日入ってないです、はい、あれですね、東京国際映画祭の時は浜辺さんも履いていらっしゃいましたもんね、はい、狭間さんの靴履かせていただいてて、そうみんなであの履きに行くも知らなかったので、あのみんなでお揃いだったのが可愛かったです決まった瞬間に作っていただいて特注で、はいはい、そうなんです、大至急で作っていただいて ね、 そ う、 ですね、あ、そうだったんですね、あれが良かったですね、それがで、みんなでゴジラ持ってるのが良かったですあの改めてオスカー取ったゴジラについてちょっとお聞きしたいんですけど、浜辺さんいかがですか、やっぱりこんなゴジラ、オスカーを取るゴジラにご出演なさってたわけなんですけれども、いや本当に嬉しいですね、私はもうあのただ一人の演者でこう現場にとことこ行ってただけだったので、こうやって皆さんが撮影したものを本当素晴らしい VFX がこうゴジラというものを実際に存在するように作ってくださってっていうのが、こういう映画で少しでも携われたことが幸せですし、またここからあの劇場にもたくさん人が入っているらしいので、また見に行きたいなって思いました、なんか 1600%、 え、 1600? 先週比 1600% って言ってた、今日は、うん、100以上、そうだね、100の16倍、16倍だね、1000以上ちょいちょい今日なかなか言葉面白い感じだったよねちょっとあの楽しんじゃいました、はい、はい、もうあまりにもうまくいきすぎてるんで本当ちょっと怖いんですけど、あのでもあの本当にスタッフキャストの皆さん の、 あの努力があのここまでゴジラというものを押し上げてくれたと思いますし、やっぱりあのゴジラだからこの場所に行けたっていう思いもすごくあります、まあ、ここを本当にあの到達点にしないで、あのここを出発点として、さらにいろんなことをあのに挑戦していきたいなというふうに思ってますので、皆さんよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ゴジラマイナスワンでアカデミー賞を受賞されたスタッフ皆さんとお祝いに駆けつけてくれた浜辺美波さんでした。今一度盛大な拍手でお見送りください。